はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯作ってまいりたいと思うんですけど、本日のお夕飯こちらでございます。業務スーパー、サーモンたたき、サーモンたたきで、たたきサーモンじゃねえね、サーモンたたきね。本日こちらを食べていきたいと思っております。あとね、ちょっと豚肉が安かったので、こちらとね、白菜とかも安かったので、ちょっとキムチ鍋の元で煮てね、キムチ鍋みたいなものをちょっと吸い物代わりにね食べたいなと思っております。はい。で、とりあえず飲みましょう。本日、札幌、ゴールドスターいただいていただきますね。今日ちょっと朝ね、ちょっと話題になったの、これ美味しいよって言って、ちょっとね、これいただきたいなと。あ、なんか泡が多いな、泡がちょっと泡だらけになっちゃいますけど、いただきます。お疲れ様です。うまい。ほら、あ、ビールっぽいぞ、すごい。うまい。では作ります。はい。さーてと。だってもう切って煮るだけだよさ。このたたき溶かすだけだしね。これどっから開けんだ、これ。これなんか開け口がない、これ。あ、こっか。ではね、このサーモンを開けてみたいと思います。絞り出しました。パッと見は美味しそうではありません。よいしょ。はい、はい、どうも皆さん、マー君ですよ。いやー、なんかこれやらかしちゃった感が出てるね、これもう。マグロたたきにすりゃよかったな。でもなんかサーモン食べたかったからサーモンたたきにしたんだけど、ちょっとまあ、見た目だけだけどね。ああ、やばいやばい。まあ、見た目はちょっと、あんまり美味しそうに見えないね。
まあ、人は見た目が8割って言うけどさ、これサーモンだから。まあどうなるかわかりませんよ。とりあえず、お疲れさん。ハイボールは美味しいよ、ハイボールはね。とりあえず まずご飯よ、そうね、ご飯。あっち。一応さ、あの炊いた後ちょっと酢飯にしようかなとかも考えたんだけど、今日は酢飯にはしませんでした。なぜならサーモンたたきがあまりにも美味しそうに見えなかったから。キムチ鍋のとご飯を最終的に食べることも想定して酢飯にしませんでした。はい、それではいただいてみたいと思います。ちょっと大葉用意しました。うまくこういうね、お刺身系のものを大葉に巻いて食べるとか大好きなの。だからね、シソの葉ね、大葉も用意しましたけど、まずはちょっとね、わさびを乗せて、あのこの子だけでいきたいと思います。なんかしくじった感があるな、これ。いただきます。抜群にうまい。おいしい、これ。おいしいよ、これ。大丈夫、これ。大丈夫よ。おいしい。あの、100円均一の回転寿司とかのさ、サーモンたたき。あんな感じよ。これ、おいしいよ。散々、あだこで言ったけど。おいしいわ。でも若干生臭さ感じるかな。若干ね。あとね、これあのアトランティックサーモンじゃなくて、多分これチリサーモンだね。チリ、あのアトランティックサーモンってすごい脂の乗ったサーモンあるじゃないですか。あっちじゃなくて、あのチリのチリ産のサーモンですね。そこに多分食油を足してすごい油が乗ってるよみたいな演出をしてあるもんだと思います。でもとっても美味しいです。わさび乗っけて、こう大葉ね、しその葉でちょっと巻いたりして、これでいただきたいと。いただきます。うん、あー美味しい。抜群にうまい。シソの葉がいい仕事しますよ。一応用意したキムチ鍋ね、食べましょう。よかった、これがメインディッシュなんだけど。サーモンたたきでございます。ちょっとね、なんか見た目的にあんまり食欲をそそらないっていうところはありますけど、でも美味しいですよ、これ。でもマグロたたきと今後どっち買うかって言われると、マグロたたきの方を買っちゃうかもしれませんけど。それではごちそうさまでした。皆さん、また
お会いしましょう。さよなら。